大阪府堺市南区出身のプロ野球選手、宇藤右内。読売ジャイアンツ所属。2017年の WBC では、聖保守として日本代表に貢献している。三人兄弟の長男。父親は、元水泳選手、母親が水泳のインストラクターをしていた関係で、幼少時から水泳を始める。母親が指導していた、スイミングスクールに、 藤波慎太郎が通っていた。小学2年生でソフトボールを始め、堺市立赤坂大中学校を在学中は、大阪戦ボークボーイズでプレー野球留学で、広陵高校入学時は、投手兼遊撃手だったが、1年冬に、監督の中井哲之の助言で保守に転校し、2年秋から、正保守になる。3年夏の広島県大会決勝の、 総合技術戦では延長11回表に決勝点となるソロ本塁打を打ちチームの優勝に貢献した。甲子園ではエースの野村雄介、羽生昌平、植本総志らと共に春は8強、夏は準優勝。決勝戦の佐賀北戦8回裏に佐賀北に決勝逆転本塁打を打たれたが、その前打者の微妙な判定による押し出し支給には、 ミットをグラウンドに叩きつけて悔しがっていた。後に動揺している姿を当主に見せてしまったことに後悔が残っていると報道された。高校卒業後は同志社大学小学部小学科に進学。関西学生野球連盟所属の同志社大学では1年春からリーグ戦に出場し、2年秋に大学日本代表に選出。聖保守として、 ベストナイン三度の活躍で同大のリーグ戦4、連覇に貢献。3年春と4年春には、全日本大学野球選手権大会に出場するも、菅野智之、大瀬良大地にそれぞれ完封負けを喫し破れている。卒業後は、社会人、日本生命に進むことを決めていたが、一位指名なら、プロ入りとしプロ志望届を提出した。 チバロッテマリーンズなどが獲得を検討したものの、指名球団はなく、日本生命に進む。日本生命では、入社1年目から都市対抗野球に出場し、全試合でマスクをかぶった。2年目には、社会人ベストナインを獲得。社会人ナンバーワン保守として2013年のドラフト会議で、注目を集め、読売ジャイアンツからドラフト1位指名を受け、 契約金1億円で北高5000万円、年俸千5 0 0万円で入団に合意。背番号は22。2014年、宮崎キャンプ時2014年は、安倍晋之助の後継者として期待され、開幕戦で安倍に代わって途中出場。4月6日の中日ドラゴンズ戦で8番、保守で初先発出場を果たした。巨人の新人保守が、 先発出場するのは2005年の星高の以来約9年ぶりとなった。この年は安倍が怪我の影響で一流医師として出場する機会が増えたため小林が先発出場する機会も増えた。最終的に63試合に出場し打率255日本塁打14打点を記録。守備では盗塁阻止率百十七と強肩も見せ、 リーグ3連覇に貢献した。オフの10月9日には、日米野球2014の日本代表に選出された。また、10月21日に、日本プロ野球80周年記念試合の阪神、巨人連合チームにも選出された。12月16日、1000万円増の推定年俸2500万円で、契約を公開した。2015年は、 シーズン開幕前の2月16日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表に選出された。3月10日の第一戦に途中出場している。シーズンは同級生である菅野智之とのバッテリーで初の開幕戦先発出場を果たした。この年は安倍の故障や一類手転向で前年同様先発出場の機会が増え、 70試合に出場したが打撃面では前年同様に本塁打を記録するも打率は下がったが、守備面では盗塁阻止率438と前年を上回った。オフに100万円増の推定年俸2600万円で契約を公開した。2016年は安倍の故障による出遅れもあり、開幕から先発出場を続けた。 6月の楽天戦で死球を受け左肩を骨折し、一時離脱があったものの最終的に自己最多の129試合に出場して12、球団の保守で唯一規定打席に到達し、また守備面では盗塁阻止率。356と4割を下回ったが、セリーグトップの盗塁阻止率を記録するなど正保守に定着した。打撃は、規定打席再開の打率。 204と課題を残したが、巨人の右打者の保守が、規定打席に到達するのは1987年の山倉和弘以来29年ぶりだった。398打数81安打の打率。204は21世紀に入ってからは、最低打率であり、仮に後に安打少なければ打率。198の1割台で、1982年の、 山倉和弘が記録した規定打席到達中最下位の打率196に迫る34年ぶりの記録となるところだった。オフに2400万円増の推定年俸5000万円で契約を公開。2017年1月には自ら丸刈りにしグアムで安倍と合同自主トレを行った。2017年はシーズン開幕前の3月に開催された第4回。 ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。日本代表の正捕手として全七試合に先発出場し、守備面では準決勝のアメリカ合衆国戦でアダム・ジョーンズの盗塁を阻止、ワンバウンドの変化球もすべてブロックし、ホイツは0、ピンチ時の投手への声かけなど大いに評価された。課題とされた打撃面でもチームトップの打率、四百五十一本塁打。 6打点と結果を残し、同大会のラッキーボーイと形容された。日本代表は準決勝で敗退し、ベスト4で大会を終えた。シーズンに入ると、打撃不振に陥り、138試合の出場で、過労時手最終戦で、規定打席には到達したが、2年連続規定打席再開の、206に終わった。一方、守備面では投塁素 380は2年連続でリーグ1位を記録した。またシーズンでの保育はわずか2であり、これはシーズン130試合出場した保守では1992年、古田敦也以来の少ない数字だった。6月14日、対ソフトバンク戦では山口春、スコット・マシソン、アルキメデス・カミネイロをリードし、セリーグ初のノーノーリレーを達成させた。11月9日、 自身初のゴールデングラブ賞を受賞した。なお、初選出されたオールスターゲーム第2戦では、初打席の初級でソロ本塁打を打ち、関東選手賞を受賞した。オフに400万円増の推定年俸5400万円で契約を公開した。2018年はシーズン序盤から打撃が絶好調で、4月24日の試合終了時点で打率。 375となり、4月28日までは、首位打者をキープしていた。しかし5月以降の打率は、169と調子を取り戻すことなくシーズンを終えた。この打撃不振もあり、先発出場を、宇佐美慎吾や大城拓造に譲ることが増え、出場試合数は、過去2年間を下回る119試合で、3年ぶりに、規定打席に届かなかった。一方、守備面では、 トールイーソシリ340で3年連続でリーグトップとなり、セリーグでは古田敦也、森正彦に続き、史上に遺体の記録となった。また、この年は山口俊、菅野智之と2度のノーヒットノーラン達成試合を、保守としてリードしており、同1年でノーヒットノーランを2度支えた保守は、和田広美以来52年ぶりだった。 前年のノーノーリレーから2年で3回のノーヒットノーランを達成させたことになる。オフに600万円増の推定年俸6000万円で契約を公開した。2019年は住谷銀人道の加入や監督の原辰則の方針もあり、先発マスクは菅野や山口俊などが投げる試合に限られ、出場試合は4年ぶりに100を割り込むなど減少した。その中で、 投塁阻止率は4年連続でリーグトップの419を記録した。また打撃面では4月19日の阪神戦では、先制3点本塁打を打つと、プロ6年目で初となる1試合4安打するなど4月は高打率を記録し、またリーグ優勝を決めた9月21日には、山崎康明から同点的自打を打つなど、シーズン通しての打率。 244はプロ6年間で2番目に良い数字であった。オフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の日本代表に選出された。同大会で日本はプレミア12で初優勝し、小林自身にとっても初の国際大会優勝を経験した。12月9日に最優秀バッテリー賞を山口とのコンビで受賞し、 同日の契約公開では4000万円増の推定年俸1億円で3年契約を結んだ。2020年は開幕3戦目の6月21日、左手首に支給を受けて、左尺骨を骨折し、早々に長期離脱となった。約3ヶ月を経て9月中旬に1軍復帰するも打撃不振。10月18日から2軍で再調整していたが、 10月20日の2軍公式戦でワンバウンドの投球を止めた際に右手人差し指を負傷し病院で右手四死末殺骨骨折と診断された。負傷の影響から出場試合はわずか10試合にとどまり日本シリーズには出場登録すらされなかった。これらの怪我で試合に出場できなくなった小林について監督の原辰則は野球選手じゃない。 職場放棄と辛辣な言葉で批判している。前年に複数年契約を結んでいたため、現状維持の推定年俸1億円で契約を公開した。2021年も開幕一軍入りしたが、先発出場はなく、守備固めとして6試合に起用されただけで、4月7日に若手保守の岸田光林との入れ替わりで登録を抹消された。 2軍では4月中に安打を放てず、28打席連続無安打を記録。5月3日の試合で初安打を記録し、21日にようやく打率1割台に到達するという極度の打撃不振に苦しんだ。2軍公式戦24試合に出場し、打率115という成績だったが、6月2日に1軍に再昇格。小林の昇格により、 一時保守4人体制となったが、2日後に岸田が再度に軍降格となった。遠投115メートル、二塁への早急一1.9秒の強権保守。投類阻止率が高く、2014から2015年は規定試合数不足ながら4割を超え、2016から2019年は4年連続でリーグトップだった。これを受けてか、小林が保守の時は、 走者の投類基礎数が減少しており、2017年は12、球団最小の基礎数50だった。フレーミング技術も高く評価されており、2018から2019年は12、球団トップの評価であった。投類基礎数の減少については2017年に、バッテリーコーチの村田義則が、強権は大前提としてありますが、政治は走者に見えるように投手に、 走ってくるぞと大きなジェスチャーで伝えたり、投球感に走者を見て目で殺したり、工夫している。走られる時は相手によほどの根拠があるか、一かバチかで勝負してくる時だと思う。そこでアウトにすればより走りにくくなると評している。また、バッテリーを組むことの多い菅野智之は、政治が保守の時に走られたら、投手の責任と話すなど投手からの信頼も高い。 リードについては、後日の通りチームメイトからは評価されることがある。一方で、解説者人からは酷評されることも少なくない。谷重元信からは、どのアウトカウント、どのイニングでも同じような感じがするんですよ。強弱がないと酷評され、コーチとして小林を指導したことのある、畑真嗣からは、安全第一で、意外性がないと酷評されている。また、野村克也。 江夏豊、西本清にも国評されている。打率は2016年、2017年と2年連続でリーグ再開となっている。2018年も規定打席には到達しなかったが、その年の打率再開を下回る。219であった。なお、社会人時代も下打線を打っていた。2枚目の整った顔立ちからドラフト指名時にイケメン保守として、 話題となった。そのイケメンぶりに、イベントで母校の新日の球大小学校を訪れた際には、半身ファンの女子が顔がかっこよかった。嗅いだことのない良い匂いがしたと嬉し泣きした。チームのエースである、菅野智之とは同学年であり、信仰も深く、たびたび小林のリードを褒めている。二0十六年八月十八日の対、DNA 戦でマイルズ・マイコラスに、 キャッチングの仕方を指摘され、試合中に月光されるという一幕があった。マイコラスが2017年オフに対談する際、小林はマイコラスには感謝しかないです。闘争心、勝ちにこだわる執念が常にあった。打者に真剣勝負していく姿勢はものすごく感じるものがありました。本当に勉強になりましたと自身の成長につながったことを語り、 また、2019年3月28日に放送されたワースポ MLB 内でもこれを機にキャッチングを意識するようになったと語っている。一方のマイコラスも彼と一緒に成長した3年だったかもしれないと発言し、上記の番組内では仲の良かった巨人選手の一人に小林の名前を挙げ、キャッチングについて激高したことを小林に謝罪した。 カージナルス遺跡決定後に更新されたツイッターには巨人への感謝の言葉と共に小林とのハイタッチ写真が使われていた。高齢高等学校の後輩である中村進生は高校に入ってからは同じキャッチャーで高校の先輩である小林誠二さんを目標にやってきましたと公言している。二0 1九年一月、大阪府内で愛車のポルシェ・マカンターボを運転中に 停止していた自動車に衝突する事故を起こす。さらに、2020年8月、選手登録を抹消され、リハビリ中の同月1日に、同じ愛車にて自転車に衝突し、30代男性に、怪我を負わす、人身事故を起こしていたことが分かった。これに関し、球団広報部より、事故後、本人は、車の運転を取りやめており、今後について、本人と話し合って、 自己防止に努めるとのコメントが発表されている。ありがとうございます。